北京イコール日が西た22日に閉幕した中国共産党の第20回党大会で、習近平、シー・ジンピン総書記、国家主席と距離がある李克強、李克強首相67らの党最高指導部からの退任が決まり、党内の不協和音が浮き彫りになった。周派のポスト独占や習氏の権力集中に対する不満や懸念は水面下でくすぶり続けている模様だ。北京の人民大会堂で開かれた閉幕式で、李氏は書類を机に置き、無表情で会場を見渡す場面が目立った。隣の習氏と視線を合わせることはほとんどなかった。李氏は胡錦涛、胡錦涛前国家主席79の政治基盤、共産主義青年団、共青団出身で、胡氏の意中の後継候補者だったとされる。李氏との後継者レースを制した習氏は2012年からの政権1期目で、政策を政府の頭越しに決める党の作業グループを次々と設立。経済などに関する権限を首相の李氏から奪った。党内では最近、李氏が体調不良を理由に退任を申し出ているとの情報が流れていた。党関係者は、李氏は権限を縛られ嫌気がさしたようだ。習氏は遺留したようだが本意させられなかったとの見方を示す。かつて共青団の地方幹部で首相候補にも名が上がっていた経済道理の応用ワンヤン人民政治協商会議主席67も党最高指導部から退任する。李氏と王氏は本来党内の68歳定年慣例に基づけば留任可能だっただけに、習氏の人脈ではない幹部への冷遇とも映る。68歳以上で留任するのは69歳の習氏だけだ。党内の68歳定年の慣例は消滅した形だ。閉幕式の終盤、習氏は自らの権威強化に向けた表現を党規約に盛り込む改正案に関する決議の採決を図った。同意しない人は手を挙げてください。習氏に反対できる出席者はおらず、採択という習氏の一声とともに全会一致で承認された。新たな党規約の全文は公表されていないが、全党に習氏への服従を迫るスローガン2つの確立が盛り込まれたとみられる。圧倒的な権威を手にした習氏への異論は反党行為とみなされかねない状況となる。